こんにちは。こんにちは。貝野と申します。よろしくお願いします。はい、一応仕事はですね、こういったビジネス書ですね、まあ、ほとんどが小さな会社向け。小さな会社、ランチェスター式儲けの戦略、やずやの秘密、弱者の戦略、逆転バカ社長、僕たちの世界一周。これはちょっと印税で世界一周1年間、家族4人で行ったんですよね。小さな会社、儲けのルール。小さな会社の稼ぐ技術とかですね、35歳から一生負けない生き方とかですね。でまあ今回そうですね、これ含めて9冊です。9冊で今25万部ぐらいですね。まあ一応小さな会社系では日本一のベストセラー作家です。はい、自信があります。はい、まあ小さいでですね、あとは講演活動ですね。もともと私サラリーマンはヤマハ発動機、リクルートの子会社、IBM の子会社で、中小ベンチャーのチラシポスティング会社のフランチャイズ本部の営業、あとは独立企業で人材スカウト、人材、今のビズリーチみたいな、あれを半年ぐらい独立して新宿でやってましたよね。半年でも廃業しました。で出版社、ビジネス社っていうところでちょっとバイト、アルバイトですよ、もうさせてもらって、でその後は実家が借金1億円をですね、お袋だけ、もう親父はもう高校の時に亡くなってましたけども、44歳で死んでましたけど、親父が、お袋が一人残って、まあ財産があったんです、5億円ぐらい。あのバブル時代は土地と株と家が2軒3軒とかですね、まあサラリーマン銀行マンの一家でしたけど、まああったんですね。いい時代の銀行のサラリーマン、取締役平取でしたんで、それでまあレンタル会社してたんですよ。でかぶりました、お袋が。でかぶってもガーってなってたんで、で、まあ近場の人からまあいろいろあってですね、戻りました。戻って私もレンタル会社、弟もレンタル会社ですね。でお袋は自殺で、弟は、弟の嫁さんが倒れましたね。ああやっぱ倒れるんだと。まあそれは倒れるでしょうね。なんか私なんかもう訳わからんかったですよね。借金一億どういうことかと。まあ私福岡帰ることなんて考えてもいませんでしたし、なんですかね、家のお金を当てにするっていうのは当時33歳4歳ぐらいでしたけど、何も考えてませんでしたよね。男は度胸たいともう思ってましたから。でまあ福岡帰って、まあいろいろあって全財産処分して、でマイナス、バブル崩壊で5億の価値が8700万になったんですよ。ああすごいですね。バブルと崩壊両方経験しましたね。うちの家は一般家庭でしたよね。事業家じゃなかったですけど、まあ、それでマイナスになって、これはどうにかせんといかんと。でサラリーマンじゃこれは返せないということで、独立企業2度目をね、やっぱり考えた。返すためには残り、まだ当時だから結果としてはですね、あんまり本当のことは言いたくないけどかっこ悪いから、1300万ですよ借金は。残ったのが、それを返すために私独立企業を考えて、で2度目の独立をしました。広告代理業として、嫁さんと一緒にですね、結婚したばかりでしたけど、でまあうまくいきました。あの借金が入ってスイッチ入りましたね。いい具合に入ってやる気でしたね。行くぞみたいな。で独立するからには先輩の成功者を招いて勉強しようと、いろいろやってました。実業家、ベスト電気だ、やずやだ、一風堂だ、仏壇長谷川だ、明太子の福屋だ、ね、例えばこんな、ね、人力車で始めたとかね、こういった私の友人ですけどね、とかいろいろやって勉強会ずっと、まあ今もやってます。この数年はちょっとサボってますからね、だいぶサボってますけど、前は毎月ずっとやってました。そのネタがあったんで、実は最初のこの本が書けたんですね。武田一郎の代わりにランチェスター戦略で難しいやつを分かりやすく書いてくれという私の方にゴーストライターの依頼があったんですね。うん、ということで、まあ、理論はなんか私も未だによう分からん、なんかあんまり好きじゃない、数字が出てくるから、そんなドロドロの経営がね、数字だけで割り切れるもんかみたいなね、未だに思ってますけどね。まあ、文系なんで、あれ理系の経営戦略なんですよ、ランチェスター戦略っていうのは。でまあ私がだから文系だ、文系バカ社長向けたい、俺もわからんぜみたいなね。で一つはだから勉強会、ね、当時はもう10年やってましたんで、それで事例ですよ、事例をたくさん書いて、これが当たったんですね。当たりました。ですから著者としてはですね、まあ当たりましたね、十分当たりました。
から、まあ、ところが途中で調子に乗って嫁さんもいなくなって仕事もなくなったということはもう何回もありましたね。タクシーの面談にも行きましたよ私も、うん、ダメ人間で、うん、本当に